開発ブログ魔女の解体新書ではベヨネッタ3の魅力について定期的に発信していきたいと考えています。前回に引き続きデーモンスレイブの基本について説明していきます。今回は魔獣の切り替えとその活用方法について解説していきます。まずは自身で使いたい魔獣を3つのスロットにはめ込みます。十字キーの左、上、右のショートカットキーに割り当てる形になるので操作性も考えて当てはめましょう。ここから魔獣を使った連携の一部をお見せします。ゴモラの特殊技 R ボタンによるつかみ攻撃ですが、大きな相手に対して行っても成功しません。そんな時はファンタズマラネアの粘着糸でまず相手を絡め取ってください。そして先ほどショートカットキー上に割り当てたゴモラに切り替えてつかみ攻撃を行います。すると失敗せずにそのまま相手をつかみ倒すことができました。他にもマルファスの竜巻攻撃を発生させた後、ファンタズマラネアに切り替え打撃攻撃を重ねることで炎をまとった竜巻に変化します。この連携攻撃によって相手を吸い込みつつ竜巻に触れるすべての敵にダメージを与えることができます。このような魔獣による連携攻撃は他にもあるので、魔獣の特性を理解した上でスロットに当てはめる魔獣を考えるのも本作の楽しみの一つです。また魔獣切り替えに関して少しテクニカルな内容にも触れてみます。ショートカットキーを使って魔獣を切り替える際に ZL ボタンを押し続け、魔獣を召喚したまま他の魔獣に切り替えることで魔獣の位置を引き継いで次の魔獣を召喚させることができます。この特徴を利用して魔獣から魔獣へ速やかに連携を決めるコンボ攻撃も可能になっています。操作はかなり複雑ですが、慣れてくるとこういった魔獣3体によるコンボ攻撃を決めることができるので、見せプレイとして腕を磨いてみるのはいかがでしょうか。今回のアクションに関する解説はここまでとなります。少し上級者向けな内容になりましたが、魔獣には無限の可能性があることがご理解いただけたと思います。